半七捕物帳、大阪屋家長、岡本喜道。四。そうすると、私はこれからどっちへ回りましょうと、半七は聞いた。差し当たりは浅草のお節の実家だ。親父の小左衛門という浪人者も、ただのネズミじゃあるね。だが、そこへは俺が行く、と、徳次は言った。おめえは品川へ回ってくれ。階段の片袖を持ってきた奴の身元を探るのだ。弥平とか言ったそうだが、どうせ本名じゃあるめえと思う。鍋球の番頭から聞いた人相や年頃を考えると、少しは心当たりがねえでもねえ。鍋球へは片木の封をしてきたそうだが、そいつは高輪の北町で草履屋をしている半助という奴らしい。表向きには草履屋だが、本当の商売は山瀬源で、普段から評判の良くねえ野郎だ。俺も二三度会ったことがあるから、神田三河町の徳次の兄弟分だと言や、まさか逃げも隠れもしねえ。もし逃げるようならば、いよいよ怪しいに決まっているから、容赦なしにあげてしまえ。相手は半助で、こっちは半七だ。どっちの半が勝つか、腕比べだ。承知しました。ここで徳次に分かれて、半七一人は芝の方角へ足を向けた。高輪北町は、仙岳寺の近所である。そこへ行き着いたのは、八つ、午後二時に近い頃で、日盛りはまだ暑かった。徳次に教えられた通りに、海辺の大通りを右へ切れると、庚申堂のそばに小さい草履屋が見出された。一人の男が店に腰をかけて亭主と将棋を指していた。亭主は年の頃35、6で、色の浅黒い鼻の高い男であった。半七が店先へ立ち寄ると、彼は将棋の手を休めてすぐに見返った。いらっしゃい。いや、私は履物を買いに来たのじゃねえ。神田三河町の徳次兄いに頼まれてきたのだが、お前さんは半助さんかえ。へえ、半助でございますと、彼は半七の顔をじっと見た。面白い勝負ごとの邪魔をしてすまなかったな、と、半七も店に腰を下ろした。はは、勝負ごと。こんな勝負ごとなら、店の先でも立派にやれますよ、と、半助は笑いながら手に持っている駒を投げ出した。まあ、勝負は明日までお預かりだ。目で知らされて、相手の男は早々に立ち去った。その後ろ姿を見送って、半七は言った。女郎屋の若い衆らしいが、いくら昼間でもここらへ来て将棋を指しているようじゃ、しくもこの頃は暇だと見えるね。ひどい暇ですよ。何しろ倹約の御朱印がよく行き届きますからね、と、半助は少し顔をしかめた。先月の26日なんぞも寂しいもんでした。こんな話をしている間も彼は、油断なく相手の眼色を伺っているらしかった。実は今日来たのは他でもねえが、今も言う通り徳次兄に頼まれてきたのだ。おめえは兄を知っているのだろうね、と半七はまず念を押した。二三度お目にかかったことがあります。そこで兄の御用というのは何でございますね。少しおめえに聞きてえことがある。おめえはおとといの晩、北新堀の鍋球へ何しに行ったのだね。半助はぎょっとしたように目を光らせたが、やがてニヤニヤと笑い出した。まったく、悪いことはできねえ。徳次兄はもう知っていなさるのかい。こりゃ恐れ入りました。
誠に愛すみません。定めて白を切るのだろうと思いのほか、あまりあっさりと砕けて出たので、半七も少しく当てが外れた。それと同時に、こいつ、なかなかずるといやつだと思った。徳次兄に睨まれちゃ助からねえから、何もかも正直に言いますがね。実は、おとといの晩、鍋球へ行って、ちっとばかり小遣いをもらってきましたよ。と、半助はまた笑った。だが、あの片袖は、偽物でもこしらい物でもね。まったく、わしが品川へ夜釣りに行って引き上げたんです。死骸を引き上げると、いろいろ面倒になるから、不人情のようだが、突き流してしまって、片袖だけを取ってきたんですよ。鍋球の一件を知っているのかい？そりゃ、早いからね、と、彼はまた笑いながら自分の耳を指さした。それにしても、その死骸が鍋球の嫁だということが、どうしてわかったね。そりゃ、確かにはわからねえ。そこは、水量さ。向こうへ行って、もし間違っていたら、引っ込みがつくねえ。そりゃ、段取りがありますあね。と、彼は、半七の無経験を、あざけるように答えた。いきなり証拠物を出しゃしねえ。まず番頭に会って、こちらのお嫁さんの死骸は見つかったかと聞くと、まだ見つからねえという。うちを飛び出した時には、どんなものを着ていたかと聞くと、四つ入り多めの一重で、こうこういう縞柄だという。それがぴったり符合していりゃ、もう閉めたものだ。そこで初めて階段係になって、証拠の片袖をご覧に入れるんだから、とうに一つも子孫じはありゃしねえ。ねえ、そうじゃありませんか。高額のために覚えておけと言わないばかりに、彼は空うそぶいていた。こうなると、普通の語りやゆすりではない。ともかくもその片袖は本物である。重量の礼金は鍋球が勝手にくれたのである。それらの事情をうまく言い回せば、彼は単に叱り置くぐらいのことで、本当の咎人にはならないかもしれない。彼が鷹をくくって平気な顔をしているのも、それがためであろうと、半七は思った。しかも、お節は本当に死んだのか、あるいはどこかに潜んでいるのか、まずその生死を確かめなければならない。自分たちの鑑定通りに、川へ飛び込んだのはお節の替え玉であるとすれば、半助の話は全然嘘である。自分を青二歳と侮って、いい加減にごまかすのである。嘘か本当か、年の若い半七はしばらく思案に迷ったが、いかにも人を食っているような半助の態度が正直に物を言う人間であるらしく思われなかった。半七は重ねて聞いた。今日は8日だ。鍋球へ行ったのはおとといの夕方だから、その前の晩といえば5日だな。おめえはどこから船を借りて出た？税にもねえのに釣り船なんぞ借りるもんですか。品川の波打ち際へ行って釣ったのさ。その釣り道具を見せてくれ。半助はすぐに立って奥の台所から釣り竿とビクを持ち出してきた。お前さん、まだわしを疑っているね、と彼は笑った。徳次兄は何と言ったか知らねえが、わしはそんなに悪い人間じゃありませんよ。あははは。ここでいつまで争っても水かけ論であると諦めて、半七は早々にここを出た。
鍋球へ片袖を持参したのは、ハンスケにそういないということを突き止めただけを土産にして、彼は虚しく引き上げるのほかはなかった。半七はハンスケに任されたように感じた。その明くる朝、徳次もぼんやりして神田の親分の家へ帰ってきた。彼は浅草の山野へ行って近所で磯野小左衛門の噂を聞いたが、別にこれぞという手がかりも探り出せなかった。さらにその近所に張り込んで夜の明けるまで出入りを伺っていたが、怪しい影一つ見出し得なかった。彼は虚しく疲れて引き上げたのである。徳次と半七の報告を聞いて、親分の吉五郎は言った。高輪の半助は、まあ、売っちゃっておけ。お節が本物か替え玉かわからねえ以上は、野郎をいくら責めたところで、拉致は悪名。まさか、わらじも薄命から、当分は、いけすに入れておくのだ。何しろ、この騒動の起こる前に、鍋球で二度も金を取られたというのが、どうもおかしい。だが、ここにもう一つ考えようがある。お節という女がよくねえやつで、気違いのふりをして亭主を殺して、自分は川へ飛び込んだふりをして、うまく泳いで逃げようとしたところが、案外に水が増しているか流れが速いか、それがために心ならずも押し流されて狂言が本当になってしまったというようなことがねえとも限らねえ。どっちにしても、親父の小左衛門というやつから何かの手がかりを絞り出すより他はあるねえ。そのつもりで根よく見張っていろ。ようがすと、徳次は答えた。じゃあ、半七、おめえは山野へ出張って、当分は網を張っていてくれ。あそこに、砂場という蕎麦屋があるから、そこを足休めにして、小左衛門の出入りを見張っていろ。俺の名を言えば、蕎麦屋でも何かの手伝いをしてくれるかもしれねえ。何の商売でもそうであるが、この商売は根気が良くなければならない。ことに科学捜査の発達しないこの時代には、目の早いのと根のいいのが探索の宝である。半七はその日から山野の蕎麦屋を足だまりにして、油断なく小左衛門の出入りを伺っていたが、彼は近所の銭湯へ行くか、小買い物に出る他には、どこへ出かけることもなかった。訪ねてくる人もなかった。こうして三四日を送る間に、徳次はどこから聞き出したのか、小左衛門の身元を洗ってきた。彼は、藩中の浪人ではなく、旗本の渡り用人である。二三の旗本屋敷を渡り歩いて、今は浪人しているが、その奉公中に格別の悪い噂もなかったらしく、お節はその娘にそういなかった。しかも、それだけのことではどうにも手のつけようがなかった。八月十三日の夕七つ、午後四時ごろである。半七は、砂場の店に腰をかけてタバコを吸っていると、一人の小僧がのれんをくぐって入ってきた。彼は天ぷらそばをあつらえて、同じく腰をかけた。どうも見たような小僧だと、半七は顔を背けながら横目で睨むと、彼は鍋球の店の小僧であった。彼はやがて運んできた天ぷらそばを食ってしまって、さらにあられそばを注文した。それをまた食ってしまうまで、半七は気長に待っていると、小僧は銭を払って出た。半七も続いてのれんを出て、
後ろから声をかけた。おい、小僧さん。鍋球の小僧さん。不意に呼ばれて、小僧はびっくりしたように立ち止まると、半七はすぐにその手を据えた。おい、俺の顔を忘れたか。この間、俺たちに茶を持ってきたのはお前だろう。小僧も思い出したように、無言で半七の顔を見上げていた。お前の名は何というのだ。宇吉と言います。宇吉か。お前はなかなか景気がいいな。お棚物の小僧のくせに、蕎麦屋へ来て天ぷらにあられとは、馬鹿に贅沢を決めるじゃねえか。その銭は誰にもらった。それとも、盗んだのか、くすねたのか、はっきり言え。宇吉は黙っていた。さあ、正直に言え。ぐずぐずしていると、番屋へ引きずって行って引っぱたくぞ、と、半七は、その腕を一つ、こづいて脅しつけた。店の新堂にもらったんです、と、宇吉は、どもりながら言った。新堂とは誰だ？店の若い主で、新次郎と言うんです。新次郎。この間の晩、若いおかみさんを捕まえようとしてカミソリをぶつけられたやつだな。お前は普段から新次郎に銭をもらうのか。宇吉は黙っていた。こいつ、強情なやつだ。さあ来い、番屋の柱へくくりつけて締め上げるから。ええ、泣いたって勘弁するものか、このカッパ野郎め。半七は容赦なしに小僧を引きずっていった。五。近所の地震盤へ連れ込まれて、宇吉は素直に申し立てた。彼は、おせつや新次郎からいくらかの小遣い銭をもらって、六月以来、山屋の里方へ五六度使いに行ったことがある。いつも手紙を届けるだけであるから、その用向きは知らないと言った。おかみさんと新次郎とは何か訳があるのかと聞かれて、宇吉はそれも知らないと答えた。今日も手紙を届けに行ったのか。新堂の手紙を持って行ったんです。向こうから返事をくれたか。返事はないというので、そのまま帰ってきました。半七は舌打ちした。届けに行く途中で取り押さえて、その密書を手に入れれば、何かの秘密を探ることができたのであるが、空手で帰る途中ではどうにもならない。彼は少しく思案して、自信番の男に言った。もし、常磐さん、私が引き返してくるまで、この小僧を奥へ放り込んでおいてください。縛って奥には及ばねえが、逃がさねえように気をつけて。宇吉をそこに預けて、半七は地震盤を出た。それから蕎麦屋へ帰ってくると、日の暮れる頃に徳次が顔を見せた。どうだ、何も当たりはねえか。小僧の一件を聞かされて、徳次はうなずいた。そうして、その小僧はどうした？番屋へ預けておきましたと、半七は言った。日が暮れても小僧が帰らなけりゃ、新次郎というやつは不安心に思って、ここへ様子を見に来るかもしれません。そこを何とかしようじゃありませんか。そうだ。そうだ。いいところへ気がついた。小僧がいつまでも帰らなけりゃ、新次郎は心配して出てくるに相違ねえ。だが、相手は棚物だから、そう早くは出られめえ。今夜は夜更かしと覚悟して、今のうちに腹をこしらえておくのだな。二人は
近所の小料理屋へ行って夕飯を済ませた。半七を蕎麦屋に待たせておいて、徳次は自身番へ出て行ったが、やがて帰ってきて笑いながら言った。半七、おめえの調べはまだ足りねえぜ。俺は鍋球の小僧を調べて、こんなことを聞き出した。鍋球の女中のお直という女は、昨日出し抜けに暇を出されたそうだ。もっとも今月は8月で、半期の出代わり月じゃあるが、晦日にもならねえうちに暇を出されるのはちっとおかしい。これにゃあ何か訳がありそうだ。お直の宿は下屋の稲荷町だというから、ともかくも訪ねて行ってみろよ。してみると、お直というやつも何かかかり合いがありそうですね。今夜すぐに行きましょうか。相手は女だ。まあ、明日でもよかろう。弁天山の五つ、午後八時の鐘を聞いて、二人は再びここを出た。小左衛門の路地の近所を遠巻きにして、そこらをうろついているはずであるが、半七は念のために路地の奥へ覗きに行くと、井戸を前にした小左衛門のうちの奥から、女の泣き声が漏れてきた。女はお直かおせつかと、半七は胸を躍らせながら耳を澄ましていると、低いながらも鋭いような男の声がさらに聞こえた。お前の言うのはみんな言いがかりだ。あまりにバカバカしくって相手になっていられない。もういい加減にして帰れ帰れ。いいえ、若いおかみさんは生きているに相違ありません。きっとどっかに隠れているんですと。女は泣き声を震わせて、相手に食ってかかるように叫んだ。まだそんなことを。近所へ聞こえても迷惑だ。さあ帰れ。浪人しても俺は侍だ。不法の言いがかりをすると容赦しないぞ。この時、路地の口から忍ぶように入ってくる足音が聞こえたので、半七は慌てて井戸川の影に身を隠すと、一人の男が辺りを見回しながら小左衛門のうちの格子をそっと開けた。その後から徳次も抜き足をして追ってきた。おい、野郎が来たぞ、と彼は半七を見つけて囁いた。予定の通りに新次郎が忍んできたのである。しかも彼が入ってきてから三人の話し声がにわかに低くなって、外へはちっとも漏れなくなったので、二人はイライラしながらなおも伺っていると、たちまちに女の悲鳴が起こった。あれ、人殺し。もう猶予はできないので、二人は格子を蹴開いて踊り込むと、小左衛門は早くも暗動を吹き消した。狭い矢内の闇地合いで、どうにか男一人を取り押さえたが、他はどこにいるのか見当がつかなかった。徳次は大きい声で呼んだ。長屋の者は早く明かりを持って来い。御用だぞ。御用の声を聞いて、長屋の者どもは、提灯やろうそくを照らしてきた。再び明るくなった矢打ちには、若い女が半死半生で倒れていた。お棚物風の若い者が特時に抑えられている。主の小左衛門の姿は見えなかった。畜生。押さえている男を半七に渡して、徳次は路地の外へ追って出たが、しばらくして虚しく帰ってきた。表は月の明るい夜でありながら、逃げ足の早い小左衛門は
巧みに行方をくらましてしまったというのである。女は鍋球のお直で、小左衛門のために喉を締められかかったのであるが、人々に解放されて息を吹き返した。男はかの信次郎であった。彼ら二人は地震盤へ引っ立てられて、特事の下調べを受けたが、まず信次郎の申し立てによると、お節の縁談について、鍋球のお絹が山野へしばしば訪ねてくるとき、彼は幾度かその友をしてきて、お節の美貌に心を奪われた。しかも、彼女は若主人の嫁になる女であるから、信次郎はどうでも諦めるのほかはなかった。その素振りが、お節の目についたものか、嫁入り早々から、彼女は信次郎に親しくものなどを言いつけた。もちろん、信次郎は聡味がとろけるほどに嬉しかった。こうして一月ほど過ぎた後、信次郎が土蔵へ何かを取り出しに行ったところへ、お節も後から忍んできて、こんなことを彼に囁いた。自分の父は、ある旗本の屋敷に用人を務めている間に、千両ほどの金を使い込んで、すでに切腹にも及ぶべきところを、その金を年譜にして三年間に返納するということで、まずは無事に長野いとまとなったのである。しかも、今は浪人の身で、その大金の調達は容易にできない。現に、自分の支度料として受け取った200両も、半分以上はその方へ繰り回したのであるが、それでも不足であることは分かりきっている。さりとて嫁入り早々に、舅や夫にそれを打ち明けることもできない。ついては私を助けると思って土蔵にしまってある金を盗み出してはくれまいか。万一それが露見した暁には、我が身に変えても、決してお前に難儀はかけまいと、彼女は泣いてくどいたのである。奉公人として主人の金を盗み出すのは罪が深い。ことに10両以上の金であれば、死罪に処せられるのが情報である。それを承知しながら、信次郎が、やすやすと承知したのは、お節の言葉に一種の謎が含まれていたからであろう。彼は、もう何の分別もなしに手近の金箱から200両と180両を二度盗み出して、お節の指図通りに山野の実家へ届けたのである。お節がなぜ夫を殺したのか。それについては何にも知らない。自分も不意の出来事に驚いたと信次郎は申し立てた。表へ飛び出すお節を追っかけて行ったとき、店の明かりが薄暗いのでよくはわからなかったが、チラシ紙を振りかぶっているお節の顔がどうもその人らしく見えなかったので、自分は今でもそれを疑っていると彼は言った。徳次はさらにお直を調べた。お直、お前はいくつだ？二十歳でございます。鍋球には何年奉公している？三年でございます。信次郎と出来合っているのだな。そうだろう、正直に言え。恐れ入りましたと、お直は青ざめた顔を赤くした。今夜は小左衛門のうちへ何しに行ったのだ。若いおかみさんがいるかいないか聞きに行ったのでございます。生きていたらどうするのだ。おかみへ訴えてやりますと、彼女はだんだん興奮してきた。若いおかみさんが来てから
しんどんはなんだかそわそわしていて、私を見向きもしません。何を話しかけても、ろくろくに返事もしません。しんどんは若いおかみさんに惚れているのでございます。それは私がよく知っています。おかみさんは身を投げて死んだということになっているのに、しんどんはどうも生きているように思われると内緒で私に言いました。しんどんはきっと何か知っているに相違ありません。お前はどうして鍋球から暇を出されたのだ。やっぱりそのことからでございます。若いおかみさんは生きているかもしれないと私がふいと口を滑らせたのが、おかみさんや番頭さんの耳に入って、とんでもないことを言うやつだと散々叱られました。それがもとで、とうとうお暇が出たのでございます。新次郎、お前は今夜どうして出てきた？昼間のうちに小僧を使いに起こしましたが、それがいつまでも帰ってまいりませんので、なんだか不安心になりまして。小僧に持たせて起こした手紙には、どんなことが書いてあるのだ。どう考えましても、若いおかみさんは、どっかに生きているように思われてなりませんので、と新次郎は恐るるように小声で答えた。どっかに隠れているならば、ぜひ一度会わせてくれと。会ってどうするつもりだ。新次郎は、うつむいたままで黙っていると、それを妬ましそうに睨んでいたおなおは、横合いから鋭く叫んだ。申し上げます。新丼は若いおかみさんと一緒に駆け落ちでもするつもりに相違ございません。それで私を殺そうとしたのでございます。私がなんでお前を、と新次郎は慌てて打ち消した。手を下ろしたのはお前でなくっても、あの浪人とグルになって私を殺そうとした。そうだ、そうだ、それに相違ない。私をごまかして追い返そうとしても、私がどうしても動かないので、浪人が両手で私の喉を締めようとした。その時、お前さんは私を助けようともしないで、平気で眺めていたじゃないか。いや、助ける暇がなかったのだ。いいえ、嘘だ、嘘だ。嘘じゃない。散々人を騙しておいて、邪魔になったら殺そうとする。お前は鬼のような人だ。想像し、静かにしろ、と徳次は二人を叱りつけた。いつまでも噛み合っているには及ばねえ。俺の方にも目があるから。白い黒いはちゃんと睨んでいるのだ。六。大番屋へ送られて三人はさらに役人の吟味を受けた後に、新次郎は重罪であるから、すぐに天馬町の牢屋へ送られた。おなおは宿元へ預けられ、宇吉は主人方へ預けられた。これで一方の拉致は空いたが、磯野小左衛門の行方はわからなかった。お節の消死も知れなかった。徳次と半七は親分吉五郎の指図に従って、その後も油断なく探索に苦労していたが、どうしても小左衛門親子の影を追い捉えることができなかった。今も昔も同じことで、探索の役目の者も一つの仕事にばかり取り付いているわけにはいかない。新しい事件が後から出てくれば、またその探索に取り掛からなければならない。現に半七はその年の12月に、古流という女軽業師の犯罪を探索して、初陣の巧妙を表している。
古竜という女の手口が、鍋球の人殺しにやや類似の点があるので、半七はそれに比較して、鍋球の人殺しも、お節の替え玉であることを、いよいよ確信するようになったが、他の仕事の忙しいのに追われて、心ならずも投げやりにしていた。水野閣楼の天保土改革は、今ここに説くまでもない。その倹約の主義が、ますます徹底的になって、贅沢物の禁止、色茶屋の取り払い、劇場の移転など、それからそれへと励行されたが、その一つとして、江戸の娘義太夫36人は、風俗を乱すものと認められ、11月27日の夜に、自宅または寄席の楽屋から召し取られて、いずれも天馬町の牢屋へ送られた。かわいそうだが、お上の指図だと、吉五郎は言った。半七も、その召し取りに向かった一人であった。娘義太夫は、その名のごとくに若い女が多かったが、大抵は15、6歳から22、3歳に至る色盛りで、風俗を乱すと認められたのも、それがためであった。彼らは女牢でその年を送って、明くる天保13年の3月、今度は正行に就くことを誓って釈放された。去年の冬から100日余りの受牢が一種の懲戒処分であった。その36人のうちに竹本染之助というのがあって、年は若いが器量はあまり良くなかった。彼女は半七に召し取られたのであるが、最初からかわいそうだという吉五郎の言葉もあるので、半七は彼女が受牢するまで親切にいたわってやった。それに恩を着て、染之助は出牢早々に吉五郎のところへ挨拶に来た。半七にも会って先日の礼を言った。どうだ、五郎内は、面白かったかえ、と、吉五郎は笑いながら聞いた。ご冗談を、と、染之助は真顔になって答えた。私は初めてですから、全く驚いてしまいました。誰だって初めてだろう、と、吉五郎はまた笑った。だが、男牢と違って女牢だ。そんなに驚くほどのこともなかったろうが。いいえ、それが大変で。私どもはみんな一つところに入れられておりましたが、牢名主は大阪屋課長という人で。大阪屋。島破りの課長か。そうでございます。大阪屋課長は、はじめに言った通り、八丈島を破って江戸へ帰ってきて、日本橋の松島町あたりにしばらく隠れていたが、去年の8月末に小引町の河原崎屋で團十郎の芝居を見物しているところを召し取られ、それから引き続いて受牢中であることを吉五郎も知っていた。牢内の習慣として、罪の重い者が、名主または隠居と称して、一同の取締役を務めるのである。その取締役の威勢を笠に着て、新入りの囚人を苦しめるのが、彼らの悪風であった。なるほど。課長が名主じゃ、新入りは泣かされたろう、と。吉五郎は同情するように言った。そしてあいつが何をしたえ。とてもお話になりませんと、染之助は泣き出した。
受牢を命ぜられた娘木太夫36人は、いずれも年の若い女芸人であるから、暗い牢内へ投げ込まれて、ほとんど生きている心地はなかった。彼らの多数は、ろくろくに飯も食えなかった。牢名主の課長は、彼らに対して、最初の10日ほどは優しくいたわってくれたが、彼らが少しく牢内の生活に慣れて、心もだんだんに落ち着いてくるとともに、課長の態度は、だんだん荒くなってきた。彼女は若い女たちに向かって自分の夜伽をしろと命じたが、その方法の淫猥、執虐、残忍は筆にも口にも説明することができないばかりか、普通の人間にはほとんど想像することもできないほどの忌まわしいものであった。よもすがらに泣いて三苦をしのんだ者に対して、課長は、その翌日、必ず一杯のうなぎ飯をおごってくれた。36人のうちで、その三苦を繰り返した者は25人で、残りの11人は不思議に助かった。それは、比較的に器量の良くない者と、二十歳を超えているものとであった。染之助も器量の良くないのが意外の幸せとなって、一度も課長の領辱をこうむらなかったが、人が三苦を目前に見せられて、夜も昼も恐れおののいていた。お慈悲に早く出牢ができたので助かりましたが、あれが長く続いたら、瞳悟空に上がった25人の人たちは、みんな攻め殺されてしまったかもしれません。うなぎ飯一杯ぐらい食べさせてくれたって、あんなひどい目に遭わされてたまるもんですか、と、染之助は悔し涙にむせびながら言った。うなぎ飯一杯ぐらいと言うが、そのうなぎ飯が縁起物であると、吉五郎は思った。彼は押し返して聞いた。そうすると、課長の夜伽をした者には、その明日きっとうなぎ飯を食わせてくれるのだね。五郎内でうなぎ飯なんか食べるには、大層お金がかかるのだそうですが、毎日きっと誰かに食べさせてくれました。全く大層な金持ちだな。それで若い女の子をおもちゃにしていりゃ、シャバにいるよりも楽だろう。本人はどうで思いお仕置きになるのだと思って、死体三昧のことをしているのでしょうが、他のものが助かりません。この世の地獄とは本当にこのことです。思い出しても恐ろしいように、彼女は、身震いして話した。染之助が帰った後で、吉五郎は何か考えていた。おい、半七、課長という奴はひどい女だな。色気違いでしょうか。色気違いばかりじゃあね、何でもむごたらしいことをして楽しんでいるのだろう。そこで、今のうなぎの一件だが、シャバで600文くれえのうなぎ飯だって、それが牢内へ入るとなりゃ、牢番たちによろしく頼まなけりゃならねえから、べらぼうに高えものになって、まず一杯が一両くれえの相場だろう。女義太夫は100日以上も受牢していたのだから、毎日うなぎ飯を一杯ずつ食わせても100両だ。島破りの女が一年ぐらいの間に何を稼いだか知らねえが、そんなに大きい鶴を持っているというのは不思議だな。江戸へ帰ってきてからどうでいいことをしていやしめえと思っていたが、あいつも相当の仕事をしていたに相違ねえ。そうでしょうね。
言いながら二人は目を見合わせた。言い合わせたようにある疑いが二人の胸に湧き出したのであった。七。ずいぶん長くなりました。ここまでお話をすればもう大抵はお分かりでしょうと半七老人は言った。さあと私は考えながら言った。そうすると鍋球の主人を殺したのはその家長という女ですか。そうです。そうです。家長がお節の替え玉になって幽霊を殺したんですよ。その二人はどういう関係があるんですか？お節の親父の磯野小左衛門というやつは、前にもお話申した通り、旗本屋敷の渡り用人で。しかし、奉公中に悪い噂がなかったというのは、徳次が探索の初老で、早く女房に死に別れたせいもありましょうが、年に似合わない道楽者で、方々の屋敷をしくじったのも、皆それがためです。そこで、吉原へも遊びに行って、家長が大阪屋に勤めている頃の馴染みであったんです。娘のお節は、器量もよし、見たところはいかにもひとやかな女ですが、どういうものか手癖が悪くって肩上げの取れない頃から万引きなどを働いていたんですが、見かけがおとなしいから誰も気がつかない。親父の小左衛門もそれを知っていながら叱ろうともしない。つまり、親子揃って良くない奴らであったんです。その小左衛門がある時途中で家長に出会って、女は島破りの教場持ちであることを承知の上で付き合っていたんですから、お互いにろくなことは考え出しません。家長もなかなかいい女でしたが、何分にも日陰の身の上ですから、自分が表立って働くことはできないので、お節をたまに使って、一仕事することに相談を決めたんです。家長は、江戸へ帰ってきてから、松島町の乗り売りババアのうちに隠れていて、女のくせに小博打を商売にしていたので、巾着切りの竹蔵という若いやつと懇意にしていたんです。普通の懇意だけじゃなかったかもしれませんが、何しろ竹蔵というやつは家長の言うことを聞いて働く。そういうわけで家長と竹蔵と小左衛門親子とこの四人が腹を合わせて、浅草の御開帳に網を張っていたんです。それじゃあ、初めから鍋球を狙ったわけじゃなかったんですか、と私は聞いた。誰でも構わない。いい鴨がかかればいいという了見で、御開帳の盛り場へ網を張っていると、運悪くそこへ来かかったのが鍋球の連中で、竹蔵は久兵衛の顔を見知っていて、あれは北新堀の鍋球の若主人だと教えたので、かねての手はず通り、竹蔵が久兵衛の髪入れをする。お節が声をかける。万事が筋書きをそのままに運んで、守備よくお節の嫁入りまでこぎつけました。こう言うと、騙された方が、ひどく迂闊のようにも思われますが、いつの世でも騙されるというのは、みなこんなものです。しかし、騙した方にも少し手抜かりがある。お節が鍋球へ入り込んで、まず当分はおとなしくしていればよかったんですが、
お互いにその辛抱ができなかったんでしょう。一月も経つと、すぐに仕事に取り掛かって、進次郎という若い者を色仕掛けで味方に抱き込んで、鍋球の土蔵から金を持ち出させたんです。いっぺんに大金を盗んで逃げ出した方が良かったんでしょうが、大番頭ならば格別、小僧上がりの若い者では大金のありかがわからなかったんだろうと思います。それでも200両と180両、江戸時代では大金です。それが続いて紛失したんですから、鍋球でも捨て置かれず、内々で詮議を始めた。亭主の久兵衛は女房に目をつける。お節もなんだか足元が危なくなってきたので、小僧の右吉に手紙を持たせて、三夜の親父のところへ知らせてやる。そこで家長は、小左衛門と相談して、いわゆる最後の手段ということになったんです。惚れた女房ではあるが、この頃の久兵衛はお節を疑っている。そこでお節を試すために、わざと自分の今の手箱の中に200両の金を入れておいた。それを取れば自分の仕業だということがすぐに露見するから、お節もうかつに手が出せない。結局、久兵衛を殺して、行きがけの打賃にその200両をさらっていくことにしたが、年の若いお節の手で人殺しは難しい。もう一つには、五日の詮議を逃れるために、亭主を殺した上で自分も身投げをしたように見せかける。これは家長が考え出したのだそうです。そこで家長がお節の替え玉になったんですね。家長はお節の手引きで庭木戸から忍び込んで、人の見ないところで二人の着物を取り替えたんです。お節は家長の着物を着て雨の降る中を表へ抜け出る。家長はお節の着物に着替えて、チラシ紙に顔を隠して、久兵衛の居間へ入り込む。相手を殺して金を取って、本来ならば庭口から逃げ出すはずですが、わざと大勢の目につくように、表の棚口から飛び出して、北新堀の川へ身を投げる。家長は島にいる間に、泳ぎを稽古したのだそうです。島を破るときにも、海の上を半里ほども泳いで、それから漁船に乗せてもらったのだと言いますから、新堀の川を泳ぐくらいは大丈夫だったんでしょう。乱心のために亭主を殺して自殺したということになれば、別に詮議のしようもないわけです。それでも、お節の死骸が見つからないうちは、詮議の手の緩まない恐れがあるので、山瀬源の半助、これも家長の知っているやつですから、その半助を語らって、例の品川の夜釣りの階段をこしらえて、片身の片袖を鍋球に持ち込ませました。こうしておけば、お節はいよいよ死んだものと思うだろうという計略です。それでもやっぱり手抜かりがあって、家長は自分のカミソリで久兵衛を殺したので、お節のカミソリは兄弟の引き出しに残っていた。それがどうもおかしいと、徳次も私も睨んだのでした。進次郎を取り押さえて、大体の見当はついたんですが、替え玉か本物か、それが確かにわからない。たとえ替え玉にしても、それが何者だかわからないので、そのまま翌年まで持ち越しになっていたところが、
かの娘木太夫の一件で、老名主の家長の噂が出た。家長が若い女たちをおもちゃにして、毎日うなぎ飯を食わせるというのが不審の種で、地獄の沙汰も金次第と言いながら、牢内でうなぎ飯を食えば、一杯一両にも当たる。島破りの女が百両も二百両も持っているのは、何かの司祭がなくてはならない。おまけに家長は泳ぎができる。家長が小引町の芝居で召し取られたのは、八月の末で、7月29日には、まだシャバにいたはずです。してみると、もしや、鍋球の替え玉は、家長ではなかったかという疑いが、吉五郎の胸にも、私の胸にも、ふいと浮かんできたんです。さあ、そうなると、高輪の半助というやつ、これも商売は世間ですから、家長を知っていないとは限らない。おそらく知っているだろうという鑑定で、徳次と私が北町の草履屋へ乗り込みました。今まで助けておいたのは、お上のお慈悲だと言って、すぐに近所の地震盤へ連れて行って、徳次が厳しく責めました。私も先祖の腹いせに、ひっぱたいてやりました。いや、乱暴なわけで。さすがの半助もぎゅうと参って、とうとう素直に白状しました。半助は、家長から頼まれて、例の階段係で、お節の片袖を鍋球に届け、鍋球から10両、家長から10両、合わせて20両の、礼金をもらって、すました顔をしていたんです。これから口が開いて、吉五郎から八丁堀へ申し立て、家長は、牢内から白洲へ呼び出されて、再吟味となりました。何しろ、相棒の半助がきれいに泥を吐いているんですから、家長も、もう言い抜けはできません。覚悟を決めて恐れ入ってしまいました。後で考えるお節の替え玉は見つからないはずです。それから一月も経たないうちに、家長は他の戸賀で召し取られて、すでに牢内に送られていたんですからね。家長も娘木太夫なんかをいじめたりしなければ、まだ容易に露見しなかったかもしれません。巾着切りの竹蔵も続いてあげられました。その中でも家長と新次郎の罪が重く、家長は引き回しの上で獄門、新次郎は死罪となりました。その時にこんな話があります。家長の引き回しが銀座の大通りに差し掛かると、大勢の見物が立っている。その中に、娘木太夫の枯渇というのも混じっていました。これも、牢内で家長のおもちゃになった女ですが、家長は馬の上からすぐに目をつけて、枯渇、枯渇と声をかけたそうです。そうして、あたしは、お前を散々可愛がってあげたんだからね。今日を命日に、線香の一本も備えておくれよと、にっこり笑ったので、枯渇は、青くなって早々に逃げ出したと言います。課長は、悪い奴だけになかなか度胸の座った女と見えます。小左衛門とお節はどうなりました?これにもお話がありますと老人は言った。徳次は今の言葉で言えば職務に熱心。早く言えば根のいい男で
三年のうちには、きっと小左衛門を引き上げてみせると言っていましたが、とうとう見つけ出しましたよ。もっとも、まぐれあたりのようなものですが。家長が仕置きになったのは、天保13年の5月で、その翌年の5月、ちょうど満1年の後に、徳次は世田谷の北沢村へ出かけました。そこには、新願寺という寺があって、その寺中に、淡島明神の社があります。その寺で、淡島様ご無双の名灸を据えるというので、江戸あたりからもわざわざ灸を据えてもらいに行く者があって、一時は随分繁盛しました。徳次も、かっけの君だったので、重い足を引きずりながら、北沢まで出て行って、門前の茶屋に待ち合わせていると、大勢の中に、年頃、43歳の浪人風の男がいる。それが、かの小左衛門らしいので、徳次はそっと目をつけていると、やがて自分の番が来て、浪人は寺内へ入ったので、徳次は茶屋の者に聞いてみると、あれは平田孫六という人で、以前はここらで占いなどをしていたが、一人娘が器量望みで、絹田村の豪華の嫁にもらわれたので、今では楽隠居のように暮らしているというのです。こいつまた鍋灸の二番目を出したなと思いながら、徳次もその日は何気なく帰ってきて、改めて手続きをした上で召し取りました。果たして、平田孫六は偽名。実は、磯野小左衛門で、お節は、鍋灸を抜け出してから、北沢村の百姓、清左衛門という者のうちに隠れていたんです。清左衛門は、小左衛門が勤めていた旗本屋敷に出入りしていたもので、その縁故で、かくまわれていたということです。小左衛門も山野を逃げ出してきて、しばらく一緒に忍んでいるうちに、お節の器量が目について、豪華の嫁にもらわれることになって、まず当分は都合よく暮らしていたんですが、今日で言えば、両町すか何かでしょう。両方の腕がこの頃痛むので、新願寺へ灸を据えに来たのが、運の月でした。お節ももちろん、嫁入り先から引き上げられるはずでしたが、取り手が向かうと、すぐに悟ったと見えて、裏口の古井戸へ飛び込んでしまいました。今度は、替え玉でなく、確かに本人の身投げでした。よくよく、水に縁のある女で、これも何かの因縁でしょう。小左衛門の申し立てによると、お節を鍋灸へ縁付けて、毎月相当の仕送りを受け、自分はそれで満足しているつもりであったが、それでは第一に家長が承知しない。本人のお節も承知しない。それに引きずられて、だんだんに悪事を重ねるようになったのだと言っていたそうですが、果たしてどんなものでしょうか。